うっす、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 うっす。ああ、きついですね。今、正念場を迎えてました、私。だいぶきついんですよ。もうね、完全にパンクしてます。しょうがないんですけどね、これ。これ、ほんとしょうがなくて。こういうこともあるんですよね。もう、いろんなことが重なると、もうこういうことになっちゃって。完全にキャパオーバーというか。もう頭痛い。謎に。なんかしないけど、頭痛くなってきたもん。まあ何が大変かっていうと、これね、もう今言ったように、もうキャパオーバーなんですよね。一人で裁ききれるようなことじゃないことを今、パワープレイでなんとかやるっていう、もうそういうガッツだみたいな感じのことをしてるんですよ。毎日。ここ何日か。うん、これで今週もまあ休みがないですから、おそらくまあ、何連勤だな。20はいかないですけどね。月の半分は休んでないですね。休日というものがないです。ね、しょうがないですよね、これ。本当に不確定要素というものがありますから、なんていうんですかね。例えばですけど、入荷とかってなると、その前もってね、何月何日にこれが入りますって全部確定してたら、それで全部予定組めるじゃないですか。あ、ここの日にこのブランド入ってくるから、じゃあ俺が出る。じゃあお前、弟に、じゃあここお前頼むな、とか、これやっといてな、とか全部組めるんですけど、それがね、無理なんですよ。これしょうがないことで。無理なんです。で、なのでね、あらかじめの予定を立てにくいんですよね。計画を立てにくいというか、うん、仕事の計画が。だから、なんかこう、忙しい時は忙しい。めっちゃ、やばい、みたいな。暇の時は暇、仕事ないなみたいな。そのアップダウンがやっぱね、毎回言ってますけど結構きつくて、でまあお店の売り上げの規模的にももう今年はということで、一人じゃ無理だってことでね、まあ人身売買して奴隷を雇い入れたんですけど。そいつもタイミング悪く、海外にいるということで、卒業旅行かなんかしてないですけど。ということでね、結局のところ、もう一人でできないんですよね。できるようなもんじゃないくらいのことをやっぱやんなきゃいけなくてね、これ。負担がえぐいという。そういう状況でございまして。やっぱね、なんかね、その体力的にっていうよりもね、なんかこうやっぱマインド的にというかあれですね。それがすごい来るなって思いました。もうさっき、この間の妹の登山の話じゃないですけど、やっぱ気力というか、やっぱそこがね、結構削られるんですよね。もちろんその肉体的にもというか、体を動かさないわけじゃないんで、まあ、その体力的にちょっとこう、きついなっていうことも、まあもちろんあるんですけど、それ以上にやっぱ気力、だなと思って。ってなった時にね、僕最近、こう、なんていうかな、マインドコントロールっていうものの重要性というか、なんかこの意味が、になんかこう、はと気づかされて、こういう状況になると。うん、なんかよく巷で、マインドコントロールまではいかないですけど、マインドフルネスとかさ、言ったりするじゃないですか。だから、まあなんか、わかんないですけど、シリコンバレーの人たち、なんかこう、瞑想するとか、いう、なんかそういう話とか僕聞いたことあって、まあ、マインドフルネス、まあ、言わんとしてることはわかるというか、まあ、うん、まあ、そのなんか精神的なところを整えるっていうこと、なんだろうなっていう、なんとなくの意味はわかるんですけど、じゃあそれが自分事としてなんかこう、必要なことかとか、なんかそういうふうには捉えられなくて、ああ、そういうことはあるんだなっていう程度だったんですけど、最近なんかやっぱそのマインドの、フルネスの重要性というものがね、やっぱね、ちょっと理解できるのって、というのも、なんていうんですかね、世の中の物事に対して、
こう反応してるのって自分のマインドじゃないですか。これ当たり前のことなんですけど、それを身をもって知ったというか、つまりどういうことかというと、例えばなんか僕なんかもう一人でこう完全キャパオーバーであーってなる時があると、あーともううんっていう時が、まあ皆さんも何かしらで あると思うんですけどで、その時にね、そのムカつくでも何でもいいんですけど、その時に思ったのが、まあ、自分その世の中にねムカつくことってないんですよね。自分が怒ったことに対してムカつくっていう反応してしまってるだけであって、この世の中にムカつくこととか、なんだろうな、ことってないというか、それやっぱ結構主観の話じゃないですか、結局のところ。ムカつくとか、パニックになるとかもそうかもしれないですけど、そうそう、世の中じゃないに起きたことに対しての自分の反応でしょ、内面的な。ってなったらそれをこうコントロールするっていう考え方、マネージメントしようっていう考え方は、まあ確かに、うん、あるなと思って。そうそう。で、やっぱそういう、なんかこう、なんだ、イラついてる、焦ってる、やばいやばいやばいみたいな時の、やっぱパフォーマンスって落ちると思うんですよ。これも、多分何でも経験あると思うんですけど、皆さんも。でしょ？やっぱなんかちょっとこう、制裁を欠くというか、ちょっとやっぱこうミスがね起きてて、それでなおさらこうイラついたりとか、なおさら追い詰められてしまったりとか、なおさらストレスを感じてしまって、あると思うんですけど、ってなるとね、やっぱね、確かにマインドフルネスあるな、マインドコントロール大事だな思いましたね。僕は今までそういうことをあんまりしてこなかったんで、意識してマインドコントロールって感じでしてこなかったんで、まあ、僕は結構苦手だなと思うんですけどね、マインドコントロールするのは。僕は結構その感情的な人間なんでね、感情で動き、感情とか気分で動く系な人間なんで、なおさら結構難しいなと思って、できるのかどうかもわかんないですけど、まあでもただそういうアプローチの仕方もあるなと思って、もう本当に。でね、そんな休めばええやんと思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、あのね、休んだところで何も解決しないんですよね、これ。なんていうかな、結局仕事のこういう悩みというか、仕事でのことって仕事でしか解決できないというか、なんかよくあると思うんですけど、飲み屋とかで愚痴ったとしても、それって根本的に解決してないじゃないですか。うん、まあ仕事できねえサラリーマンはよくそういうことすると思うんですけど、居酒屋とかで安い酒煽りながら、あの上司の悪口とか言って、いるんですけど、まあそれはそれで別に話の話題としては面白いけど、まあ別にそれはそれでね、場がこう盛り上がるじゃないですけど、ははは、確かにな、まあそれはいいんですよ。ただそれで何かこう、何かこうすっきりしたとか、何かこう解決された気になっちゃうのは僕は何か違うなと思いまして、話題の一つとしては別にいいと思いますよ、そんな人の悪口なんていいと思うんですけど、そうやって実際のところ何かこうすっきりして、何かこう物事が前に進んだような気になると思うんですけど、吐き出したすっきりしたって。でもね、実践とかもの何も解決しないということなんですよ。うん、やっぱそういう、例えばですけど、そういう嫌な上司がいるんだったら、その嫌な上司とうまく付き合うなり、なんなりね、じゃあ、向き合うなりなんなりして、やらないと根本的なストレスっていうのは結局、続きますし、解決されないと。それと一緒で、こう今向き合ってることに対して、休んだからというか、距離を置いたからといって、その物事から。何の解決もな。だからやるしかないんですよ、結局。そうそうそう。だから一日くらい休んでね、とかなる、まあ思ったりもするんですけど、休んだところでね。だったらもうこれは僕はもう全部ね、乗り切って、もう休みたいです。
乗り切って、ああやりきったと、もうとりあえず一段落したら今 OK っすっていうことで、うん、休みたいなというふうに思いますから、それまでは無理ですね。どうだろう、いつまで、ちょっとわかんないんでね、いつまでこれが続くのかわかんないですけど、まあ、うん、まああと2週間いないくらいにはなんとか一段落するんじゃないかなと思いますけどね。3月中旬までには多分一段落つけるかな、わかんないですけど、とかね、いう感じですよ。頭痛いなおい。まあまあまあ、そうです、皆さんは優しいから休んでくださいねとか言ってくれるかもしれないですけど、さっき言った理由で僕はちょっとそのもうとりあえずなんか物事が解決するまでは、解決というか一段落するまでは休めないんです。そんな感じで